7枚の青銅板拡大イグイウムの青銅板は1444年にイタリアのグッピオで発見された文章を刻んだ古代の聖堂の板。紀元前3世紀から紀元前2世紀頃にかけて書かれたと推定されており、ウンブリア語で宗教結社の規則が書かれている。全部で9枚が発見されたが2枚は失われ、7枚が現存する。ウンブリア語の主要な資料である。 現在、グッピオのパラッツォデーコンソリ内にある私立博物館が所蔵している。7枚の青銅板には両面を使って、アティエディウス兄弟団という宗教的団体の祭祀規則と礼拝の規定が記されている。整理のために、各制銅板にはローマ数字で I からンまで番号が振られているが、I から VB7 までは紀元前3世紀初めのもので、残りは、 紀元前2世紀末に書かれたものと考えられている。書かれた時期は比較的遅いものの、これらの規則は古い伝統を反映しているものと考えられている。聖堂版の IVB7 は、エトルリア文字に由来する文字で右から左へ書かれているが、ガンマとオミクロンの字が存在せず、ノートは、で、オは、によって表記される。デルタの字は存在するが、D、 ではなく有性ソりジタ摩擦音を表したようであり、B を表すためには、π が区別せずに用いられた。エトルリア語にない無正子系高校外摩擦音の音を表すには、ラテン文字の小文字、D に似た固有の文字を使用した。聖堂版の VB87 は、共和制ローマの文字で左から右へ記されているが、やはりラテン語にないを表すために、 S, s の左上に斜線を加えた文字が用いられた。優勢ソリジタマ撮音は、rs と記される。青銅板、i, a 面7から8行目を本字すると、以下のようになる。プスビアーズトレプレインズトレフシフクウミフフィトゥトレバ、アイビユクライパーフィジュー、トゥーテイパーアイクビナ、これを、ラテン語に翻訳すると、以下のようになる。ポストポートムトレビューロナムトリススズグラビデスファジーと、 トレボーアイビオプロアルセフィナプロチバターテイグビナ、トレブラーナモンの後方で3匹の妊娠した豚をフィシアの城塞とイグイウムの町のためにトレブスユピテルに捧げるべし両者を比べれば、ラテン語とウンブリア語が相当異なった言語であることがわかる。ありがとうございます。